ヘリパッタとアスクバンの囚人第一章袋瓶ヘリパッタはいろいろな意味で極めて普通ではない男の子だったまず一年中で一番嫌いなのが夏休み第二に宿題をしたく し仕方がないのに真夜中にこっそりやらざるをえな,えなかったその上ヘリパッタはたまたま魔法使いだった真夜中近くヘリはベッドに腹ばいになって頭から毛布をテントのように すっぱりかぶり、勝手に懐中電灯を持ち、大きな川拍子の本、バッティルダ・バグションドチョ・マホシを枕に立ってかけていた。ちょうど今、わしばねペンのペン先で、 平時を上から下へとたどり、宿題のリポートを書くのに役立つそうなところを、眉毛を寄せて探しているところだった。14席における魔女の日破りの経は無意味だった。意見の述べようという宿題だ。 それらしい文章が見つかり、羽ペンの動きが止まった。ヘリは鼻に乗っている丸いメガネを押し上げ、懐中電灯を本に近づいてその段落を読んだ。